皆さんこんにちは、佐々木美希です。太陽表面で起こるフレアの中で継続時間の長いものを LDE フレアと呼びます。 LDE フレアはコロナガスの大規模噴出現象であるコロナ質量放出を伴う場合が多いことが知られています。日本時間の9月1日午前4時45分に活動領域1562、南19度、東42度で C クラスの小規模フレアが発生しましたが、このフレアは継続時間の長い LDE フレアでした。この現象に伴って太陽半径の半分くらいの長さを持つ大規模なフィラメントの噴出現象が起こり、コロナ質量放出も観測されました。GOES衛星の観測によれば、この現象に伴い日本時間の9月1日午前9時ごろから太陽の高エネルギー粒子の増加が起こりました。さらに日本時間の9月3日21時13分ごろに影響が地球へ到来し、地磁気が乱れましたが、コロナ質量放出の噴出方向が太陽の南東方向だったので、その影響はあまり大きくありませんでした。情報通信研究機構ではフレアなど宇宙天気に関する情報を常時収集してモニターしています。それでは8月30日から9月5日までの1週間、宇宙天気はどうだったのでしょうか。こちらをご覧ください。まず太陽活動です。太陽活動は8月30日に活発となり、その後はやや活発でした。8月30日に活動領域1563で M クラスの中規模フレアが発生しましたが、それ以外はほぼ1週間を通して活動領域1560、1562、1564などで C クラスの小規模フレアが多数発生しました。9月1日に発生した C クラスフレアの影響により、静止軌道上で高エネルギー粒子フラックスが増大する現象、プロトンイベントが発生し、4日に終了しました。 C クラスフレアが発生した活動領域1560、1564は面積が大きく、磁場構造も複雑なので、今後 M クラスのフレアを発生する可能性があります。今後太陽活動は活発となるでしょう。次に太陽風地磁気です。太陽風地磁気は9月3日と5日に乱れた状態、4日にやや乱れた状態、その他の期間は静穏でした。8月30日から9月5日にかけて太陽風速度は低速な秒速 300km 台から高速な秒速 500km 台の間で推移しました。9月3日に強い衝撃波が到来した影響で地磁気が乱れました。この衝撃波は9月1日に発生したコロナ質量放出の影響によるものと考えられます。また9月5日に地磁気が乱れました。この乱れは9月2日に発生したコロナ質量放出の影響である可能性があります。現在太陽面の西側に高速な太陽風の吹き出し口であるコロナホールがありますが、小規模なもので高緯度にあるため地磁気への影響は小さいと予想されます。今後地磁気活動は静穏な状態となるでしょう。最後に電離圏です。電離圏は9月4日にやや乱れた状態となりましたが、その他の期間は静穏でした。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層、スポラディック E 層は日本各地で週3日程度の発生が確認されました。電子密度が最も高い領域 F 領域の電子密度は8月30日から9月2日の日中に沖縄でやや高めでした。また地磁気が乱れた影響で9月4日の午前中に日本各地でやや低め、5日の日中に東京と沖縄でやや高めでしたが、それ以外はおおむね静穏な状態でした。日本上空の全電子数は9月3日の午後に低緯度の地域でやや低め、4日の午前中に高緯度の地域でやや低め、午後に低緯度の地域でやや低めでした。また9月5日の昼頃に日本各地でやや高めでしたが、それ以外はおおむね静穏な状態でした。
今後太陽風地磁気は静穏な状態が予想されるため電離圏も静穏でしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。電気を帯びた大気、電離圏。飛行機の飛ぶ高度はおよそ 10km、 それより数倍高い高度約 60km 以上では太陽からの紫外線によって地球大気の一部はプラスとマイナスの電気を帯びた粒子、プラズマ状態になっています。このプラズマの密度は国際宇宙ステーションが回っている高度 400km 付近で最も高くなり、このプラズマ密度が高い部分を電離圏と呼んでいます。カーナビなどに使われる GPS 信号の電波は電離圏中では伝わる速度が遅くなります。太陽フレアなどによって引き起こされる地磁気嵐が起こると電離圏の状態が変化します。このために電波の進み方が変わってしまい、 GPS 信号を利用した機器の精度に悪影響を及ぼす恐れがあります。 NICT ではこのような現象による障害を軽減するため宇宙天気予報の研究を行っています。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は9月14日の予定です。